3、2、1、はい、I'm Kate ということですね。皆さんね、あのね、ちょっとね、ねんねぴーとまーちゃんが今お出かけ中なんですけどね、あのね、一つだけね、いいアイディアをね、ある、あ、いいアイディアがあるんですけど、なんとね、ちょっとね、今気づいちゃったんですよね。なんと、メイクを出してるんですよ。メイクを出したままにしているのでね、ちょっとね、いいね、アイディアがあるんですよね。今からね、メイクをします。はい、まあ、とりあえずね、なんだっけ、あのなんかガラスじゃなくて、なんだっけ、鏡をこうかくファーってね、開けるみたいなね、あ、ちょっと待った。そしたらとりあえずね、こんくらいね、メイクがね、メイクがね、あのね、置いてあるの、ほら。もうとりあえず今からね、メイクをするんですけどね、一つだけ言っておきますね。私はね、私はね、メイクには興味がないんですけど、ただやってみたらどういう結果になるかっていうのがね、あのね、気になって気になって仕方がないのでね、今からね、早速ね、始めていきたい。もうなんか滑舌が悪すぎるんだけど、始めていきたいと思うんですけど、あのちょっとね、今からね、髪の毛をあのね、ピンをでね、止めるってことで、これはどうやって止めるんだろう、どうやって止める、こうやって止める、こうこう、こうやって止める、こんな風に止める、あ、痛い、こんな風に止めればいい。ちょっと待って、ピンの止め方がわからん。あ、こんな風に、こうやって、痛い、ちょっと待って、頭に刺さっとるわ、痛い。こんな風にやるのかな、こんな風に、こうやってやるの、キモくない？ちょっと待って、ちょ、ピンの止め方がわからん。あ、オッケー、こんな風にこうシュシュってやって、そしてここにこうぐっさりとやればいいのかな。あれ、あ、こんな風にこうやるのかな。いいんじゃない、いいね、かかんないと思うから、今からね、あのね、メイクを始めていきたいと思うんですけど、これは何だ、これ何なの、何なのこれ、開け方がわからん。次はこっちからこうやるの、あ、ここかかか、あー、な、何これ、何なのこれ、わからん、これ何なの、ミルクメイクアップ、これは牛乳の色ではなく赤ですよ、どういうことですかね、赤なんだけどどういうことかな、これ何なの、何これ、やるの、こんなふうにこうチチチチチってやるの、おいしそうだね、なんだろうこれ。とりあえずなんかこういうのがあって、なにこれ、チェリーポップ、なに気持ち悪い、一回やって、なにこれ、これをこうやって、あ、こうやってやるの、わからん、こんな風にやればいい。あー、やば、あー、笑ったなんだけど、あー、マジで、ちょっとさ、ちょっとやばくね、すごい、あのー、なんか意味不明だね。そしてこれはなんだ、ちょっと鼻でやってみようか、鼻でこうクッとこう、こんな風にやってみるか、
いいね。何なんだろうこれ。いいね。いいね。そしてあ、これまだ使ってなかったね。このミルクメイクアップ。ミルクメイクアップ。このミルクメイクアップがなんどういうものかあんま分かんないんですけど、なんかちょっと小指で何これ、何これ、何これ、なんかめちゃくちゃ普通のなんか、あーなるほど、こんな風につければなるって感じのなっとるん、これわからん、まあ、なるほどね、オッケー、なるほど、そういうことね、全くわからん、オッケー。そしてちょっと待って、これ閉めるの難しくない、ちょっと簡単にしろよ。そしてあ、ティッシュです。ちょっとね、こういう時こそはね、ティッシュが必要、ティッシュが必要なんですよ。こういう感じでね、なんかあんまわかんないけど、まあとりあえずこれ、それでこれは何なの、カバーガール。はい、どうやって開けるのこれ、ちょっと待って、おー開いた、なにこれ、綺麗、お綺麗、私はね、あ、これ目にこうズズズズズンってやるやつやろ、はあ、まあ私はゴールデンでやっていきたいと思うんですけど、あー、これってさどういうものなん、なんかこんな風にな、こんな風にこうチュンチュンってやるのかな、どうやってやるんだろう、おでこにや、おでこはどうだろうね、ここにやったらどうなる、おでこおでこメイクわかんねえわ私のおでこピカピカよ、ピカピカで、いまいちねこれがね全くねどういうものかわかんないんだけど、どういうものか本当にわかんないんだけど、なんか怖いからやめとくわ。まあとりあえずなんかね、ここにね、ここにちょっとティッシュ、危ない、椅子に落ちそうだった、ちょっとねここにね、あのね、何かがあるんですよ、ここにちょっとね黒い箱がねあるんですよ、ここにで Something is in here って書いてあるから、もう見てくれやっていうね、あのもんなんですね、これって。そして何これ、おやおやのおや、なんかケイトって書いてありますね、あれ、なんかケイトって書いてありますね、どういうことでしょうかこれ、なんかケイトって書いてありますよ、どういうことですか、私これサインしてありませんよ、どういうことですか、あ、危ない、どういうことなのこれ、ちょっとなんか私サインしてないのに勝手になんかあるんだけど、どういうものなんこれ、なんか開け方がわからん、おー、おっしゃる、なにこれ、なんかさ、これさ、あのさ、携帯思い出すんだけど、わかる？あの、ほら、あの、黒い携帯あるじゃない。またケイト、なんなのこれ？なんかまたケイトって書いてあるんだけど。ほら、見える？ケイトって書いてあるよね。あ、反対だった。ケイトって書いてあるの、どういうことなの？なんかさ、ちょっと待って、私さ、あのさ、サインしないんだけど、どういうことかな、これ。サインしないけどな。ねんねぴかん、これ多分ねんねぴのだと思うけどさ、ちょっとケイトなんだこれ、なんだよこれ、とりあえずそれと、なにこれブルーベリー、なにびっくりした、なんかブルーベリーって書いてあるんだけど、どういうことかな、ちょっと待って、取れない、なにこれ、うお、匂いがしますよ、匂いがするぜ。オッケー。
なんかね、もっとね、いろいろとあるんだけどね、なんかね、ケイトっていうね、ブランドがね、ケイトっていうね、ブランドがいっぱいあるんだけど、私ね、これね、サインしてないから。あ、どういうことかな。どういうことだろうね。やばいわ！やば！あ、ちょっと待って、ちょっと待って、やばい！やばい！これはさすがにやばいわ。ちょっと待って、帰ってきたかもしれない。やばいわ、これ帰ってきたかもしれん。ちょっと待って、これ止めなきゃやばいやつや。バイバイ。